2001年10月24日午後1時第35回東京モーターショーのプレスデーに衝撃が走った日産ブースのカルロス・ゴーン社長が全く事前予告のない一台のコンセプトモデルを突如発表したからである。その名は GTR コンセプト。日本中の車好きが待ち望んでいた日本人の車好きが待ち望んでいた次期 GTR の存在が明らかになった瞬間だった。とはいえ、ゴーン社長から語られたことは、日産は GTR を忘れてはおらず、ゴーン社長から語られたことは、近い将来必ず復活させるということ。日産は GTR を忘れてはおらず、近い将来必ず復活させる。目の前にあるコンセプトモデルに対する説明は一切なされなかった。目の前にあるコンセプトモデルに対する説明は一切なされなかった。ボディサイズも搭載エンジンも駆動方式も全てがノーコメントとされたのである。搭載エンジンも駆動方式もこのコンセプトカーをきっかけに2007年10月 R35 GTR が誕生したことは周知の通り、この車は今考えれば GTR のイメージを最新のデザイン力で形にしたものであり、当時のデザイン力で形にしたものであり、実際に開発が進められる実車とは直接関係のない車だった。しかしそれを承知の上で、そういう車であることを了解した上で、R35 が採用した機構やデザインを先駆けて表現していたことが、将来の GTR のヒントとなるような要素が隠されている。大きく開いたフロントグリル、大きく張り出した前後フェンダー、 V35 スカイラインで配置された丸型テールランプが復活している点もそうだ。リアシート状のステップ、ツーペダルレイアウトなど、これは実際の GTR と共通するポイントを挙げればスカイラインとは別の道を歩むことの何よりの証拠だろう。新しいインパネのデザインも、マルチファンクションメーターに至る新しいドライビングインターフェースを GTR が施行していたことも現れ、アクティブな空力制御を行うことを示唆している。21世紀に GTR 神話を復活させたコンセプトカーとして歴史に名を残す一台となるに違いない。インパネ周りのデザインも新しいドライビングインターフェースを目指しているに違いない。あれから2年、再びやってきた東京モーターショーの会場で、ゴーン社長は GTR の登場は2007年この場所でと言明した。世界中が震えるようなモンスターマシンが今も着々と完成に向かっていることは間違いない。